さあ、みなこんにちは、ルちゃんです。ルちゃんです。今日も動画を見てくれてありがとうございます。まだ正式的に10万人登録の動画撮ってないので、今日はちょっと何個の告知も含めて動画を出させていただいてます。何？なんか一つ目はですね、これです。たぬーん、YouTube からメダルいただきました。実はもう先週届いたんですよ。私は北海道に行ったやん。 その時にウェンダンがこれを勝手に開けて写真撮って私に送った。気になるやん、これ何、と思って。ウェンダンが届いたよって、いや、やべえな、私動画撮りたいのって言って、戻してって言って、ウェンダンがなんとなく戻してくれたんです。那我们现在打开给大家看里面的长相长什么样子。那写在这个奖牌上面的名字啊，其实是可以自己像 YouTube 写的，所以我可以随便写什么。然后呢，给大家看我写的是这个啊。等一下，先打开这个有一张小小的纸。すごい。なんか日本語で書いてる。チャンネル登録をし、目標達成、おめでとうございます。ありがとうございます。どこでもあります。あ、すごい、正式。この度、あなたのチャンネルの登録者数が10万人達しました。これはごく一部の YouTube クリエイターしか達成していない、目を見張るような成果です。なんか、ラミネート？ラミネートって何？なんかしっかりしたものに入れてなんか飾りたいね、これ。ダイソーとかニトリとか打てそう。ではこれメダルです。でかいね。ルーちゃんの顔よりでかい。隠れるよ。这个就是一面镜子啊，可以看我们的相机。那我跟 YouTube 申请的名字是这个，我写ルー、还有文丹跟大家。なんか大家も言えてるっていうのが、このチャンネルはもう10万人達せてるから、本当みんなのおかげなんで。そうやな。自分のものだけではないと思って、大家って書かせていただきました。いいことだ。谢谢你。もしよろ、できれば、なんか金メダルももらいたいんですが、頑張ります。頑張って。一緒に頑張ろうよ。なんか YouTube を始めた時にこれをもらえるのは、本当に思わなかったんで。ね、なんか夢のまた夢って感じだよね。本当いつも動画見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。ね、本当みんなのおかげなんですよ。ね。はい、では次の告知です。私とウェンダンが初めてのアカウントをやりたいと思います。之前我有在 Instagram 或是 YouTube 的贴文那边写过，那时间呢就是这个礼拜天，6月2号的下午1点半到下午4点半结束。这次呢，我们是在东京举办，那地点呢在这里。等等，最後は説明欄で私まとめしますので、とりあえずここでやります。やります。费用呢是免费，是自由入场的，是有点像那种画廊的感觉，让大家自由进出的，是在1点半到4点半的之间都是可以来的。那这次交流会的内容呢，因为我不太想要我们两个站在舞台上面像是在跟大家讲话一样，想要是比较自然交流的感觉，所以这次就是用比较展览的方式来进行，有我们的二手衣可以买，然后还有一些照片啊什么的，然后呢工作人员也会帮我们准备大大的板子，上面写我们想要问大家的问题，然后现场会准备很多便条纸可以贴在上面，然后也会有大家问我们问题的话也可以写在上面，或者直接问我们都可以这样子。现场也会有小点心啊或是饮料什么的，所以大家就也不用怕会肚子饿。那接下来呢，就让我们小小跟大家介绍一下我们的フリマ。对啊，フリマなんですけど、夏服だけではなくて、冬服もいっぱいあります。私と文丹合わせて40着超えてると思います。因为衣服太多了，没有办法一件一件跟大家介绍。那我们两个就简单挑几件跟大家分享，大概有什么样的衣服。我这里先给大家看三件衣服哦。第一件是这个ワイルドパンツ。いいね。もうこれ値段いくらなんだろう。なんかあと私と文丹はね、なんか一番高いのも2000円しかないです。そして2000円のもんなんですね。一着多分しかないと思うんで、例えばね、このズボンは私400円で売ろうと思う。おお、安い。本当安いと思うから。今の季節いいね。そう、これはね、今の季節に最適なんです。次はですね、これです。噔噔。これはね、ほとんど新品なんですよ。这个呢可以当成小外套，但是也可以当成上衣，然后下面就直接穿裙子。这件我只卖600日元而已，觉得算是真的是非常非常便宜。因为这个原价的话，可能都要4000-5000日元差不多。然后第三个呢，跟大家分享是这个。これはハードボイルだよね。綺麗だね。あと後ろね、こういうデザインなので、後ろは大人っぽく見える。ここは引き締めてくれるから、なんかその細く見えるね。これも600円で売りますので、ほとんど私たちの服はこの値段なので、みんな気軽に来ていただければと思います。1000円以下が多いね。ほとんど1000円以下なんですよ。あと次、ウェンダンだね。はい。今日紹介するのは2着で、1着目がこのベスト。実際着てみると、こんな感じ。かっこいいね。そう。かっこいいんだけど、皆さんに売ろうかなって思いました。でこれが600円です。安い。そう、後ろもね、ほら後ろもここも引き締めてる、絞れるから細く見せることができます。これ600円です。
なんか文旦がすごい物事に対して丁寧に扱うから物の保存状態はとても綺麗なんだよね。なんで皆さんにも満足していただけるかなと思います。そうだねもう一個紹介したいのが冬服なんですけれども、冬のコートです。袋まで入ってます。そう、文旦が来てるのにもうちゃんとなんかその片付ける時に絶対袋に入れるんですよ。そう、袋に入れるとホコリとかつくのを防止してくれるんでいいかなと思って、うん、普通のコートじゃなくてもうビッグシルエットなんですよね。もう着た時にすごい印象的な感じになります。で、後ろもこういう風に絞れるのでこれもスタイルよく見せることも可能、うん、なんでこれもこれが一番高いかな、2000円ぐらいで売りますんで、買った時はもう1万円ぐらいしたんですごいお買い得かなと思いますんで、皆さん、ね、ぜひ購入を考えてみてください、うん、ね。あとこれがなんか男性の服なんですけれども、これ女性も着れると思いますね。これ女性も着れる、うん、サイズは S なんで女性でも着れると思います、うん、では、服は本当このような感じで冬の服もあるし、うん、夏服もあります。私たちもちゃんとアイロンかけて皆様に売ります、うん、洗濯もしてますんで皆さんぜひ買ってください、うん、はい、では以上今日の告示でした。はい、足が疲れて本当10万人達成できたのは皆様のおかげだと思います。本当にありがとうございます、ね、だってみんな見てくれないと私たちも10万人登録できないし、ね、よく皆様のコメントを見て誇りしますし、あと、あ、自分の作った動画は他人の力になってるなっていうのがこっちもすごいモチベーションになるし、うん、もう本当いつもなんかみんながよく私に助けられてますって言ってるんだけど、実は逆なんですよ。私も皆様に助けられてます、うん、本当ね、うん、コメント見てなんか元気出るしね。しかもなんか運動のためになんかわざわざ日本語で書き込んでくれる人もいます。そうそうそう、めっちゃ嬉しいです。うん、文旦も読めるね。でもこれからも文旦も中国語頑張って覚えて、うん、中国語のコメントも見えるように頑張るね。うん、今頑張ってますんで。では6月2日のファンミーティング東京でお待ちしております。あと文旦はですね、7月台湾行くんですよ。あ、皆様もおすすめの食べ物とか遊びどころとかもぜひコメントで教えてください。うん、ファンミーティングでもいろいろ教えてください。はい、では以上でございます。皆様来てくださいね。うん、バイバイ。来てください。バイバイ。バイバイ。See you next time. バイバイ。バイバイ。